はい、こんにちは。札幌占い美容室ハイヤマカシの後藤です。今日は、モデルさんブリーチを何回してんだっけ。6回ブリーチを6回ここから6回しててで、ここの根元側はブリーチしてないということですね。ここブリーチしてなくて、ここからは毛先までは6回ブリーチしてるということです。これに少しパールグレージュの色を入れていきたいと、ちょっとトーンダウンしたいということですね。はい、でまずカラーして、それからカットをちょっとだけ、長さは変えないでニュアンスを変えるっていうようなカットをちょっとしていきたいと思うんで、その辺は後でちょっとやっていきます。とりあえずカラーから入っていきたいなと思うんで、ちょっとこの状態を一発で塗る方法ですね。結構難しいと思うんですね。根元のところのベース、それからここからブリーチ5回してるじゃないですか。でそこの部分、これで統一させるのって非常に難しいと思うんで、そこをこう一発で、簡単に染める方法っていうのをちょっとやっていきたいと思います。では今日の、カラーの方をやっていくんですが、まずどういう風にしていくかっていうと、まずバイオレット系のカラーを、はい、M のこちら今回使っていくのはスローカラーなんですけど、スローの MT の8モノトーン と、バイオレットの8 V8 です。こちらを使ってベースを作っていきます。でただ根元の方がブリーチされてませんので、ここに残液に対してブルーを足します。あともう一個は1回でやっていくんで、やはりかなり毛先の方が色入りすぎてトーンダウン、ピントがここに溜まりすぎる可能性があるんで、そこにクリア剤を、前もって塗布して時間差でできるようにやっていきます。ということは根元側と毛先側の方をカバーしていくような、カバーじゃないか、根元の方はブルーを足して、直接ブルー足してもこのぐらいだったら大丈夫かなっていうことなんで、あんま青くはならないんで、絶対はみ出しちゃうとちょっと危険なんですけど、ブルーとここはクリアです。でまずやり方としては、中間に、スローのメタリックじゃないや、モノトーンと、V8 を塗っていくんですけど、これメインなんですが、順番としては毛先の方からですね、ここのクリア剤からまず塗っていきます。クリア塗って、その後に全体塗って、それから残液に対して2分の1のブルーを足して混ぜてここを塗りますっていうような感じですね。はい、やってみます。でクリア剤は直接基地剤の原液でもいいんですけど、ちょっと硬いんで若干大きく混ぜております。でこれでまずカバーをしていきます。ここは絶対入りやすいんで、残留じゃないや、ピントが入りやすいって見えるか。ここ時間差になるように毛先にちょっとパパッと、まあ、手で塗っちゃってもいいと思うんですけど、ごめんな、ちょっと引っかかる、引っかかるのはこれ僕が悪いわけだな、引っかかるのこれ僕が悪いわけだな、ギシギシですね、かなり。5回ブリッジはマジやばいですね、これ。おさらばしたいですね、やばいですね、これはかなり成人式まで。前髪もちょっと一応1センチ5ミリぐらいはちょっとカバーリングします。なんか色入りすぎたら怖いんでカバーリングしますね。で最初にある程度こういう風にカバーリングしていくと、あとは楽ですね。はい、こんな感じで指で揉み込んでいきながらカバーリングしていきます。こんな感じでカバー終わりました。で今度塗っていくのはこのブリーチしてるところからですね、塗っていきます。なんか僕今なんとなく思うんですけど、怖いのがこの境目のところがブリーチすごい頑張っちゃったみたいで、
多分ここよりもここすごいこの辺に結構負担がかかってそうな気がするんですけど、気のせい？わかんない。なんかちょっと怖いなと思って、色すごいパーンって中間だけ出たら嫌だなと思うんですけど、まあなったらなったらどうにかします。で今回スローのカラーをまあリクシーとかあとイルミナートカラーとかまあいろいろあると思うんですけど、今回スローカラーを選んだ理由としてはやっぱりダメージの部分ですね。傷んじゃうと再現性がどん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 なくなってくるんで、スローカラーっていうのは確かに染めた後の匂いがまずないんですよね、あんまり。で、まあいろいろ検証した中で使いやすい、でダメージも他よりは受けづらいんで、抜けやすい部分は抜けやすいんですけど、綺麗に色抜けしてくれるので結構今日はスローカラーをあえて使います。で、今ドライで塗ってるんで、結構ドライ塗布の場合結構コーミングすごいしたら傷んじゃうんで、手で塗ります。で手で塗ってって後でちょっと調節する感じですね。その方が早いのでタイムラグもなくなるし、塗るのが楽なんで、まず手で1回揉み込んでいきます。である程度1回作っちゃって、それからでこの境目のところから、はい、メタリックじゃなくてモノトーンとバイオレットの染料を入れていきます。で毛先の方はクリア剤塗ってるんで時間差で、であんまりコーミングするとクリア剤が取れちゃうんで、基本あんまりコーミングしないで1回塗った方がよくて、コーミングは後でします。染みたらいってくださいね。はい、根元で塗ってないんで絶対染みないですけど。まだ絶対染みないけど、これで染みてるって言ったらえって感じです。でも今まで染みたことないです。本当ですか？はい、ブリーチしてもしても、ね、ブリーチ根元塗ったんですか？塗ってます。ずっと。あ、それでも大丈夫？はい。あ、そうなんですね。ちょっと去年はっちゃけちゃって一気にやってるんで。あ、ちょっとはっちゃけちゃったんですね。はっちゃけちゃった。僕の方法なんですけど、とりあえずまずつけちゃうっていうのが自分のやり方で、あんまりタイムラグ作りたくないんで、ポン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 落ちてる。気にしない。ポンポン落ちてる。タイムラグ作りたくないので、とりあえずある程度つけたら、ちょっと多めに溜めといた方がいいと思うんですよね。後でこう馴染ますのに必要なので、はい、このような感じに塗れました。で、今度は。この残液があるんですが、この残液の、3分の1から2分の1ブルーを入れていきます。はい、まあ、本来測った方がいいんですけど、まあ大体分かりますよね、これの2分の1の量とか。ざっくりですか？ざっくり2分の1の量を今日は入れたいと思います。その時の髪の毛の明るさの部分で3分の1にしたり2分の1にしたり、まあ、僕の方はそうしてるんですけど、今日はちょっと少し暗めにするのでブルーを入れます。今、2分の1をブルー混ぜたの でオキシは特に入れません。このままの状態でやっていきます。で今これブルーを混ぜた状態なんで、結構スローのブルーは多めに入れても意外と安全なので、まあ2分の1入れても全然大丈夫、もっと入れても大丈夫なかなって思います。その時の髪質で髪がオレンジ色っぽかったら結構入れてもいいと思うんですけど、まあそれなりに明るく何回も染めてるみたいなんで、まあそこまではやらないです。2分の1で今ストップしておきます。で根元を塗っていきます。とりあえず1回つけちゃいますね。で、根元黒いんで、ゼロテクでいきます。ゼロテクはハケを向きに寝かせて、ハケ立てちゃうとついちゃうんで、ハケをもう髪の毛のもう頭皮と同じ角度で入れていくとゼロテクできますんで、簡単に。まあ、基本ゼロテクで、ハケをスタイムに対して、平行に
入れて乗せていくような感じですね。そうするとゼロテクができるので、これも結構厚めで塗っていっていいんですよ最初は。で後でなじましていくので、とりあえず全体をつけるっていうことが大切かと思います。ブリッジはちょっと見えてる。ブリッジは怖い。あ、怖いですか。なんか友達がしすぎてちぎれてて髪。そうですね。そうなんですよ、ブリッジちぎれるんですよ。実は僕も、あの前髪のところだけ結構ブリッジそんなしてないんですけど、違うメーカーのカラーちょっと実験で使ったら前髪ちぎれました。ちょっとメーカー言えないけど、ちょっとちぎれて若干ムカついてます。え、何回目ですか？ブリッジ、あ、ブリッジ 2回しかブリッジしてないんですよ。2回でちぎれたんで、もう使わないと思って。そういう成長します。メーカーによってはちょっとそういうのも本当若干ムカつきました。ちぎれたから切りましたちぎれたっていうか、バサ、なんか髪の毛がギシギシになっちゃって、何これと思って。本当チリチリまで、うん、でも結構チリチリになんか縮れた感じと、あと、うん、絶対このスローカラーじゃ今まで染めてたけど一回もなったことがないようなことが何これみたいな。結構皆さんもね、色入りやすいカラーとか結構いろいろこれからも出てくると思うんですけど、あの検証絶対した方がいいと思うんですよね。で、色が入るから入らないかっていう検証もそうだけど、痛みの部分をしっかり見ていった方が絶対いいと思うんで、色入っても痛んだら全く意味がないので、色も入りながらダメージも少ないカラーがあったらもうベストだと思うんで、僕もそれ使いたいんですけど、僕今のところ結構このスローが気に入ってるのは、まあ、色もそれなりにすごい使いやすいし、残臭がまずないですね。翌日の最近残臭が多いカラーが多いんですけど、残臭がまず少ないのと、やっぱ色落ちは多少するんですけど、まあ色は落ちていいのかなって逆に思っちゃうんですよね。色落ちないで傷むより落ちて傷まない方が意味わかんない。色が落ちるのは嫌だけど、色落ちるけど傷まないやつ、踏んじゃった。あ、伸びる、伸びる。の方がいいと思う。だって傷んだら何もできなくないですか。何も、美容室に行くのもボソボソになった。もう切れちゃってたら申し訳なくなりますね。友達はその切れて、あ、男の子なんですよ。あ、だから切りました。バッサリ。バッサリ切りました。切るしかなかったんだよ。マッシュみたいだったんですけど。最終的に切るしかなくなるもんね。いや、だから女の子になったら大変なことだよ。いや、きついと思う。だから本当もう怖い。今全体をとりあえず塗れたんですけども、この適当に今塗っちゃってるんで、スライスをだいたい 1.5 センチのスライスで下から順々に綺麗にこれから塗っていって時間を置くっていうような感じにしていきます。そうしていった方がタイムラグがなくて、長い時間を置けるので。しかしこれは傷んでますね久々に結構このダメージは味わいましたね。相当これは来てますね。はい、これ僕と同じやつ使ったら多分一発でパンパンします。あ、やばい、剥げる。パンしますよ。剥げる。毛先。いや、もう絶対ショートじゃない。中間ぐらいからパンしますよ、間違いない。で、結構ね、毛量が多いところとか、根元、毛先の方は結構塗りやすいけど、根元の方の毛量多いところっていうのは、髪の毛が例えば根元の方が200本で毛先が50本だとした場合、200本の方がやっぱ塗りづらいっていうか塗りムラができやすいんで、特にこう根元側のところはしっかりこう塗っていかないとですね、結構塗らさってないところっていうのが出てきちゃうんですよね。なので皆さん注意して塗ってみてください。ね、これやばいわ、待ってこさなほうがいいです。すいません。そうですよ。そんだけで、すいません。そんだけで、すいません。そうですね。よろしくお願いします。
もう溶かせないときは諦めます諦めて手で塗っちゃった方が絶対いいんで、まあ、無理にやっちゃうと出てくる痛みだし、さらにオイル塗っても治りますか？オイル塗ってももう治りますか？塗ってもダメ、うん、毎日塗ってもそうですね、オイル塗っても難しいです。乾いてるとね、意外と分かんないんですけどね、意外とサラサラなんですけど。でも唯一その中で、他のメーカーもすごくいいんですけど、このスローは本当に匂いがしないんですよ。僕は全部試してるんですけど、自分の頭で。やっぱり一番匂いが残らないと、あと抜けれるんですけど、ダメージもちょっと抑えれるから、うん、結構いいです。スローいいっすよ、なかなか。みんな多分今他のメーカーの方に力入ってると思うんで、うん、リクシーとかイルミナーの方に今人気出てると思うんですけど、結構僕はこっちの方が抜けた時綺麗なんですよね、抜けるんですけど色が、うん、いいですよ、それあとね、ちょっと15分は必要ですからね、大体20分ぐらいは置いた方がいいんで、はい、はい、ということです。はい、こんな感じでした。どうですかね、大丈夫？かわいい色、かわいい、つけたらめっちゃ紫。ちょっとサイドチェンジ入れます。サイドチェンジもあんまり基本なんかワンレンっぽく作ってるので、あんまりサイドチェンジもはい、今日も撮影が終わりました。結構ですね、根元のところと毛先のブリーチの部分が、結構境目があったんですけど、なんとか綺麗につながったかなと思います。はい、また早おかしのチャンネルを皆さんシェアとかいいねをしていただけたらありがたいと思います。今日はありがとうございました。シェアとかしてきてねありがとうございます。では皆さん、さよなら。